記憶と記録。はい、テレマンチャンネル始めていきたいと思います。1月2日月曜日。はい。えーね、昨日お話した通り、えー、大地震がね、起きまして、市川の方でね、地震が起きまして、もうね、えらい惨状になっておりますし、えー、JAL のね、JAL と海保のね、飛行機が、えー、ぶつかってね、大炎上して、こちらもね、もう本当に大変なことになっておりますけれども、えーね、さらに、 北九州の小倉北区魚町1丁目の飲食店で火災が起きたと消防に通報があったと現場は飲食店が立ち並ぶ小倉駅近くの鳥町食堂街付近で周辺に燃え広がった市消防局によると約4時間半後に延焼を阻止したと福岡県警小倉北署によると火が出たと見られる飲食店にいた客や事員は逃げけが人の情報はないとしている。 鍋の油から出火したとの情報もあると、えー。で、鳥町食堂街は昭和の雰囲気が魅力で、県外から訪れ,る訪れる客も多い、焼きうどん発祥とされるだるま堂を営む竹中やすじさんは、えー、店の状態の確認に北が近づけず消火活動を見つめていたと。身近で起こるとは思わなかったと嘆いたと、えー。北九州市小倉北区では単価市場で、 2022年4月と8月の2度、大規模な火災が発生したということで、えー、ね、まあまたね、あのー、小倉北区でね、火事が起きて、もうね、大ごとになってますというね、ことでね、本当に正月早々ね、いろんなことがね、起こりまくっててね、本当に、今年本当大丈夫かなっていうぐらいのね、えー、もうなんか大ごとばっかりね、毎日、えー、年明け早々ね、 起こっておるわけけなんですけれどもまあねふと思い返せばですね、えー、まあコロちゃん家の、ね、3年間っていうのも、まあ、当事者なんですけれども今思えばですねもう今の時点で思い返すともだいぶね記憶がね、えー、薄らいでるというかね、まあ、大変だったっていうのはね、まあ、大変だったんですけれども、まあ、そのね大変度合いというかね本当にやば,いやばさっていうのはねやってる本人ですからもうだ,いだんだんねやってた本人ですからだんだん風化 していくわけなのでまあこの「トリマンチャンネル」もねちょうど、えー、もう3年半、ね、毎日更新を続けておるわけなのででまあブログもね、えー、創業以来ずっとやってたわけなんですけれども、えー、まあそのね、えー、一応こうやって生でね話してて、まあ、その日あったことをね、えー、まあうだうだ喋ってたわけなので、まあ、その当時のね空気感とか、まあ、例えばその当時ね政治家がどんなことを発してたとかね、まあ、それを受けて。 我々飲食店、ね、経営者がどんな、ねえー、感想を持ってたとかね、まあ、そういうこともね、えー、その当時の生の、ね、肉声で残ってるから、まあ、伝わるものもあるんじゃないかなと思ってね、今たまに、えー、その当時のやつをね、えー、聞いてみるとですね、あこんなんやったんやなと思ってね、改めて、えー、振り返ってね、聞いてみると、あ意外とね、あここまできつかったんやなっていうのをね、意外と今の自分でのね、感じでいくとですね、 ああここまでしんどかったよなっていうふうにね、えー、本当に大変やったよなっていうのをね、やってた本人ですからね、えー、ああ、そうやったよなってね、思うぐらいのね、えー、ことなので、まあ、本当にね、その記録っていうのは、記憶はね、薄本当にどん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 ね、あの薄くね、なって、えー、記憶がね、なくなっていきますけれども、薄,薄らいでいきますけれども、まあ、記録をしているとですね、まあ、日記にしろ、まあ、こういう YouTube のね、動画にしろ、記録に残しておくと、 まあその当時のね、リアルな、えーね、内容というのがね、わ、えー、かるわけなので、まあ、日記でもいいですし、まあ、こういうね、ブログでもいいですし、えーまあ、この YouTube のね、まあ、動画もそうですけれども、意外とね、本当に記録っていうのはね、大事だなとね、えー、思ったね、本当に正月、本当に2024年ね、始まったばっかりですけれどもね、まあ、本当に大変なね、ことが起こった年のね、記録、記憶こそね、ちゃんと記録に残しておかないと、 いいいけないなっていうのをねねか実感した、ね、改めて、えー、ね実感した、えーね、ここ数日でございますという感じですね。はい、まあ思えばね、えーまあ、東日本大震災の時でもですねあの津波のね映像を見ながらですね、えー、一応店は開けてたわけなんですけども開けてたけれどもねその常連さんと話をしながら。で まあ、そんなにはね、えー、お客様はいなかったんですけれども、やってる本人ですらね、開けて開けて,てい,い,いいのかなとかね、商売してていいのかなとね、何やったら来てもらってるのにね、なんでこの人たち飲んでんだろうと思っちゃうほどね、えー、本当になんかその当時のね、えー、現場というかね、現状を見るとですね、憤、まあ、りを取り越してね、えーまあ、自分も商売してていいのかなとかね、いろんな葛藤があった思いをね、 え今思い返すとね、えー、ちょっとこうね、回想するんですけれども、本当の意味でのリアルのね、その当時の、えー、緊張感とかね、あの悲壮感とかっていうのはね、なかなかやっぱり、えー、やっぱだん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 風化していくわけなので、やっぱ記録するっていうのはね、大事なことだなっていうのをね、改めて実感しておりますので、まあ今年もね、えー、一応、トリマンチャンネルはね、毎日更新をしながらですね、まあ、その日、その日のね、まあ、特に内容はないかもしれないですけれども、 まあ私もね、まあ、声のトーンとかね、表情とかで、まあ,あ、トリマンはね、今日は調子いいんだなとかね、悪いんだなとかね、あへこんでるなとかね、えー、元気だなとかね、まあ、そういうのをね、まあ、感じてもらったらいいんじゃないかなと思うわけなんで、まあ、あと、自分がね、えーまあ、振り返ってね、見た時きもあ、この時は結構参ってるなとかね、まあ、そういうのが分かるわけなので、えー、意外とね、本当に記録に残すっていうのはね、大事なことだなっていうふうに改めて 実感しておりますという感じですねはい、えー、といとうわけでね、まあ、今年はね本当に2024問題ね、まあ、運送運送業のね問題と、まあ、人手不足でまあ,あの、ね、去年までは万博のね話がありましたけれどもまあね川のね復興とかの方に、えーね、業者さんとか人手が取られるわけなので万博の方もね、えー、もうそっちの方で人手をね えー、取られてる場合じゃないから、もうそれどころじゃないからね、そっちの方にね、全部う行ってね、万博は中止の方になるのかなとか思いながらね、えー、まあさりとてまあ後年もイン,インフレはね、えー、続くでしょうし、まあ引きあの去年からずっとねあの警鐘を鳴らしてるというかね、もう本当に、えー、自分でもね、えー、やばいなと思ってるのは、えー、後悔ですね、後悔が封じされて。 えー、もう物が、ね、届かなくて、まあ、石油等もね、えーえー、爆上げして、まあ、インフレが加速するというね、えー、感じになるのかなと思いながらね、えー、さらにとって、さらにとってというかね、まあ、その石川の、ね、震災もそうですし、えー、本当、なんかあった時にね、まあ、物資、備蓄、えー、っていうのも、ね、本当に大事だなと思うけれども、まあ、その備蓄してるところが、ね、被,災さ被災してしまったらね、 その備蓄品もなくなっちゃうわけなのでうん何とも言えないなっていうわけでねその備蓄の大切さっていうのをね思いながらもちらあねどうするかってなってもねなんか石川のね惨状見てるとえね何が正解なのかわからないなっていうのはねえまあ感想ですという感じですねただまあねあの今後ねまあ何があるか分かりませんし まあ今度、ね、南海トラフ等もね、えー、本当にあるって言われておりますので、まあ、そういう時に、ね、備えて備蓄して、まあねあのー、備えておくっていうのはね、大事なことだなっていうのをね、まあ、今回のね、正月早々の、ね、大震災、市、え、川、ー、のね、えー、地震と、 まあ、その JAL のね、ああいう事故で、小倉のね、えー、火事等を見てるとですね、備え、備えててもね、燃えたら意味がね、もう全部なくなっちゃうし、とね、いろいろありますけれども、まあでもそれでもね、備えておいた方がいいなっていうのはね、改めて、まあ思った感想ですという感じですね。はい。えー、というわけでね、まあ、えー、物資を備えるっていうのもあるし、えー、まあそうやってね、何かあった時のね、記憶、記録、ね、記憶を記録するっていうね、 えー、こともね、大事だなというのをね、えー、思ってる今日この頃でございます。はい。えー、というわけでね、まあ、えー、もうなんかいろいろありすぎたんでね、もうちょっと、えー、外出するのはね、やめとこうと思ってね、もう本当に家に引きこもってね、えー、おるわけなんですけれども、まあね、えー、2月の5日からね、スタートということでね、えー、いやいや、あの、年明け、年明けの1月のね、5日からスタートということなので、 まあそれにね備えて、ぼちぼち店のねえ中もね準備しながら、片付けたりね、準備したり、あ,あと書類のね整理等をねやっていきながら、新年の開店に備えていこうかなというふうにえ考えておりますというね、新年でございます。もう特にねまあ今年はえ新年ね何もしてないので、本当にね、正月でね、もうなんか、 ちょっとね、人生観をね、こう、うーんってなったので、えー、ワンピースをね、また一巻からね、読み直してみたりしてみましたというね、お、えーね、正月でございましたという感じですね。はい。えー、というわけでね、まあ、えー、今年はね、本当に波乱の、えー、開幕というかね、まあ本当に新年早々ね、いろんな波乱がありまして、えー、まあ飲食店経営に、ね、関しましても、まあ今年はね、えー、もうたくさんね、店がなくなるでしょうというね、 まあ、ゼロゼロ融資のね、返済等もね、えー、迫っておりますし、えー、きついでしょうしね、えーまあ、競争も激化するし、インフレも加速するから、えーまあ、値上げ等がね、できないところとか、まあ、もともとね、財務が良くないところとかはね、えー、借金返済もできないから、まあ、それで終了ということでね、まあ、あとはもうね、諦め倒産もね、相当増えるかなっていうのをね、えー、思いますしね、まあ、そもそもね、まあ、飲食店はね、儲からないから、新規参入したところがですね、 えー、一応出してみたけれどもね、店もピカピカなやつをね、えー、作ってみたけれどもね、やってみたら意外とね、えー、儲からなかったから、うん、なんか思ってたのと違うなと思ってね、や、えー、めちゃうとかいうねパターンもね、えー、結構あると思いますので、まあね、いろんなね、えー、いろんななんか理由で、まあね、やめる人が結構多くなる2024年かなとは思いますけれどもね。はい どうううなるででしょうという感じですね、まあ、下関の、まあ、人件費っていうのもね、まあ、その昨日もね話しましたけれども、イオンが、ね、7%賃上げということなので、まあ、その、ね、イオンにね引っ張られて、他がねど,こでどれほど、どれくらい、ね、上げてくるかっていうのを、ね、ちょっとウォッチしながらね、ね、まあ、うちじゃもう去年16%上げてるんでね、まあまあ、ちょっとまだあのアドバンテージがあるんで、えー、まあ一時上げなくてもいいだろうというかね、もう先,先上げしてるんでね。 えー、一応、地域では一番高いと思いますので、まあ、えー、ちょっと様子見でやっていこうかなと思っておりますという感じですね。はい。えー、というわけでね、まあ、うちもね、いつまでやれるかはわかりませんけれどもね、えー、まあ、この店なくなったらね、まあ、私自身もね、終わってしまおうと思ってますので、えー、ね、店の寿命イコール私の寿命ぐらいのね、感じでやってますので、えー、まあ、引き続きね、今年も、えー、生き残りたいと思いますという感じですね。はい。<laughs> えー、というわけでね、まあ、ダラだらしますけどね、まあ、ダラダラできるときはね、ダラダラして、やるときはやる、やらないときはやらないという感じでね、メリハリつけて、ねえー、やっていきたいと思う2024年でございます。はい。というわけで、チャンネル登録とグッドボタン、スーパーサンクス、よろしくお願いいたします。はい、終わります。